待たせをいたしました。大阪行きの急行三鷹2号と三鷹4号でございます。この列車の自由席の車は前の方7号車6号車と後ろの方の2両1号車2号車が自由席の車です。なるほど。3号車4号車は座席指定車、5号車はグリーン車の指定席の車です。前の方2両の車と後ろの方の2両の車が自由席の車です。これから先終点大阪までに止まりませんと主な駅の到着時刻をご案内いたします。次は林野に止まります。林野三鷹駅太陽アリマシンク本格の姫路佐古川明石神戸アントニアに止まります。姫路には14時37分、神戸15時28分、アントニア15時27分、終点大阪には15時54分に到着いたします。乗り換えのご案内はその都度お知らせをいたします。ご都合で乗車券急行券をお持ちでない方、乗車券を変更されます方、その他のご用がありましたら後ほど車内に参りますのでお知らせを願います。次は林野に止まります。午後は右側です。13時8分の到着です。お客様にご案内をいたします。この列車には食堂車がありません。ただいま車内販売部が利用者をしております。途中の播磨新宮まで乗車をします。ご用の方はお早めにご利用ください。播磨新宮まで乗車します。皆さん、あと5分で姫路に到着します。ホームは右側です。看板乗り場に到着します。2分間止まります。乗り換えのご案内をいたします。新幹線上り光142号東京行きは15時1分24分の待ち合わせ11番乗り場です。新幹線下り113号博多行きは14時45分8分の待ち合わせ12番乗り場です。山陽線上り新快速高田行きは14時45分8分の待ち合わせ4番乗り場です。快速電車安土行きは14時52分15分の待ち合わせ3番乗り場から発車をいたします。山陽線下り普通電車岡山行きは14時43分6分の待ち合わせ7番乗り場です。阿光線回り岡山行きは14時54分17分の待ち合わせ6番乗り場です。万丹線の寺前行きは15時20分43分の待ち合わせ東2番乗り場から発車をいたします。和田山行きは15時55分の発車までお待ちをお願いします。まもなく姫路に到着をいたします。降りのお客様、お忘れ物の内容にご用意をお願いします。ホームは右側です。3番乗り場に到着をいたします。この列車は姫路を出ますと加古川、明石、神戸、三宮の順に止まってまいります。姫路に到着をいたします。
田行きの急行三笹2号と三笹が4号です。これから先止まりません。到着時刻をご案内いたします。次は加古川に止まります。14時51分の到着です。明石15時6分、神戸15時23分、三宮15時27分、終点大阪には15時54分に到着をいたします。この列車の優先の車は前の方の2両7号車、6号車と後寄りの2両1号車、2号車です。で、中方の3号車、4号車は座席指定車、5号車はグリーン車の指定席の車です。車の番号は出入り口右上に出しております数字が号車番号です。次は加古川に止まります。
福知山線の急行3番5号福知山行きは17時10分の発車までお待ちを願います。2番乗り場から発車をいたします。環状線で京橋鶴橋方面は環状線外回り、西九条桜島方面は環状線内回りにおいでください。新幹線をご利用のお客様は7番8番乗り場の普通電車か快速電車で新大阪までおいでください。なお新快速は新大阪には止まりませんのでご注意を願います。新快速は新大阪には止まりませんからご注意を願います。普通電車か快速電車で新大阪においでください。光118号東京行きは16時22分こだま282号の東京行きは16時38分に新大阪から発車をいたします。まもなく終点の大阪でございます。お忘れ物のないように今一度よくお確かめをお願いします。ホームは左側で10番乗り場に到着をいたします。本日は急行三坂2号と三坂4号をご利用いただきましてありがとうございました。